さあ本日も始まります、ローカルサステナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティの NC 比嘉と沖縄村村長のネッタちゃんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。番組へのメッセージは FM やんばるホームページよりお送りください。この放送は収録となってますので、すぐにメッセージへの対応はできませんのでご了承ください。はい、そしてこの番組は NC 比嘉さんが質問状を送って返信していただいた方のみ出演できるラジオでございます。質問の内容は人生の理念、活動、失敗談、ターニングポイント、現在の活動、見せる未来、フェイバリットワードでございます。3日目は現在の活動についてお話しいただきます。それでは NC 比嘉さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今週はですね、はい、初の建築業界からの、スーパーホープ、ミッキーマウス、名護のミッキーマウスですね。ことこの有限会社ゆい設計の代表取締役社長であります又吉大輔さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。もうよいあれですね、だいぶリラックスされてますね。そうですね、本当に。いや、またです。やだな、やっぱ根が真面目なんだなって思うのが、やっぱそれだけやっぱ緊張のおもちゃ。まあでも最初よりはちょっとずつほぐれてきてる感じですよね。はい、ということでまた今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、というところでまず、3つのポイントですね。初日に、お伝えしたんですが、まず建築、人との触れ合い、進化、そういったところかなというところで、ラベリングはですね、はい、未来設計士、そういったところをですね、ただ建築だけではなくて、その地域 この活動とかを通してですね、はい、新たな未来をみんなの幸せのために、どう作り上げていくんだ、そういったところを、設計している。なので未来設計士なんじゃないかというところで、付けさせていただきました。で、前回ですね、失敗談とか、はい、学びターニングポイントを聞かせていただいたんですが、この失敗談のところでは、そもそも、あまり、聞いてはいるんだが、はいはい、このお客さんのですね、話をなかなかうまく自分の中に取り込むことができなかったと、それの失敗談とかですね、あとはメモ、そういったところでいろいろ失敗談がありましたというところで、そこでですね、学びというところでは、ただ言葉だけではなくて、その人のジェスチャーだったり表情だったり、そういう非言語コミュニケーションのところをものすごく大事にしながら、相手に合わせて、そうコミュニケーションを取るようにしてますというお話でしたね。で、今回はですね、現在の活動というところでお話を進めていきたいと思います。現在の活動ですね、この住宅の設計をはじめてする建築設計してますというところで、はい、これ仕事以外にですね、地域活動というふうに、さっきお伝えしたんですが、北部設計協会、あと建築士会、あとは名護青年会議所というところにも所属して、地域貢献にも活動しているというところです。で、この会社のですね、お話に進めていきたいんですが、有限会社ゆい設計さんはですね、平成7年1月に、設立されています。はい、名護市宮里にありまして、いろいろですね、この仕事のこの概要があるんですが、まず一つ目に新築、増改築、リフォームなどの建築設計及び管理業務も行っている。で、2番目に物件保証業務、3番目に建築コンサルタント業、4番目に、全覚悟に、付帯関連する一切の事業ということですね。あとは、あれですね、一級建築士なんですね。あ、そうですね。はい。ですよ。すごい。すごいっすよ、皆さん。すごいっすね。あとはですね、この結衣設計さんはメディアにももちろん取り上げられていて、はい、週刊花粉特別特集、はいはいはい、こんな家に住みたいセレクションに選ばれてます。あとはタイムスの住宅新聞とかにもですね、掲載されています。で、実際ですね、施工実績としても、はい、もういろいろやっぱり、これまで取り組まれています。はい、概要で言いますと、スタイリッシュな現代型住宅から、沖縄の特徴である赤瓦住宅まで幅広い施工をされています。実際見たい方はですね、この結衣設計さんのホームページを覗いていただければ、はい、この完成後の建物とか見れますので、はい、ぜひそこを見ていただけたらなと思います。で、施工までの流れっていうのを、はい、大まかにですね8個挙げたんですが、はい、まずはお問い合わせ相談します、はい、で2つ目に提案書という形で作成、で3番目に設計管理契約、4番目に基本設計、5番目実施設計で、6番目に見積もり確認、で7番目に本工事現場管理、8番目に竣工検査引き渡しという流れ で、ちょうど前回お話ししてたんですが、大体平均で、設計から
できるまで1年っていうことです、はい、大体、ね、っていうところらしいです。はい、というところで、まあ、今回のいろいろちょっと質問に、話を切り替えていきたいんですが、この由比設計のですね、由比、はい、の名前の由来をまず聞きたかったです。おこの一文字にしてるってことは何か強い思いがあるんだろうなと思ったんですよ、私は。はい、もうそうですね、本当にもっともっとも住宅をメインでやっていこうと、はいはい、まあ、私の父親が立ち上げた会社なんですけど、はい、まあ、住宅をメインでやっていこうという中で、はい、私はやっぱり人とのつながり、はい、もうここだけは絶対的に外せないと、はいはいはい、でそこで、まあ、何かそういったいいネーミングがないかというような話の中で、まあ、ゆいという名前を結ぶという形で、ゆい設計というふうな形で持っていっています。うーん、じゃあ人を意識した名前なんですね、はい、本当に、はい、建物っていうよりも本当人ということなんですね、はい、でじゃあそういうこの今現在やっている、うん、そういった活動の中でですね、心がけていることみたいなことってあるんですか、はい、そうですね、やっぱり、うん、どうしてもこの今しつこいようですけど、うん、人とのこの接し方、うん、やっぱり設計協会とか建築士会ではやっぱり、うん、はい、同じような立場の建築士の方と接するときと、うん、はい、あとまた青年会議所、名護青年会議所では、また違った視点で、それぞれの、うん、違う職種で活躍している方たちとの、うん、や接種を、うん、接種したら、やっぱ自分にも勉強にもなるし、うん、やっぱこうやって人と話しするっていうのを心がけていますね。と、うん、いうことは、じゃあ、活動を通して仕事とか、うん、まあ、その地域活動とかっていうところで、うん、その人との関わり、はい、その中でその人たちをやっぱり知るっていうところなんですね、うん、でそれが自分の学びっていうみたいな、はい、そこをすごい心がけてるっていうところで、じゃあその由比設計、いわゆる設計事務所ってたくさんあるじゃないですか、はい、でやっぱりじゃあそこの中でも、現在、この、授業されている由比設計さんの特徴っていうのをちょっと教えていただけますか、はい、ですね、おそらくですけど、うん、私結構打ち合わせの回数が本当に多いんですよ。あ、手厚い、はい、もう、まあ、1回目の平面のプランを提案して、はい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 、でまたじゃあ1週間後また打ち合わせしようねとか、すぐ、2週間後とか、お客さんに合わせながらですけど、すごい結構な数を打ち合わせは一応やってはいるので、まあ、そこは他の事務所とはちょっと違うんじゃないかなというふうに思って、これ例えば打ち合わせじゃあ1週間後1週間後ってあるじゃないですか、うんうん、ずっと違うプランの話してるんですか、それともある程度、なんか外枠を作りながらどん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 詰めていくんですか、どっちなんですか、やっぱ最初のこの間取りが決まるまでに関しては本当に全く違うプランを提案しているような形で、ある程度も間取りが決まってきたら、うん、もうここからも外枠を固めていって、はいはいはい、どんどん詰めていくっていうような内容にしていますね。今ちょっと気になったのがですね、あれですか、このプラン、基本プランみたいなのがあるってことですか、一応は何個か準備してて、うん、そうですね、やっぱそこはもうでも敷地によって全然変わってくるので、あ、全部オーダーメイド、はい、敷地を見て、でそれからこの敷地に合った建物っていうのをまず提案していって感じですね。じゃあその土地を見て、はい、じゃあ、その例えばそのユーザーさんの、うん、理想というか、はい、あるじゃないですか、はい、それに、受け止めて一、うん、回じゃあその叩き台作るみたいな、そうですそうです、そういうの感じなんですね、はい、じゃあその中でじゃあそのディテールを仕上げていくみたいな、うん、そうです、はい、そういう感じなんですね。なるほど。でそんな由比設計さんというか、まあ、テイさんなんですが、実はやっぱり、はい、先ほど言ったように、青年会議所であったり、はい、その北部設計協会とかですね、建築士会とかっていうところもいろいろ活動してる、この地域貢献に尽力 している理由って何ですか、まあ、モチベーションと言いますか、うん、そうですね、なんだろうな、モチベーションはやっぱり、うん、名護いいじゃないですか。急にざっくり、ざっくり、ざっくり。名護でしょ。そうそうそう、ね、うん。なんかもっと名護市が活性化する方向って考えたときに、はい、やっぱり人がどう人だろうなっていうふうに思って、でそこでやっぱ人とずっと関わっていきたいなっていうふうには思ってますね。あ、じゃあこの自分がやってる、例えばその建築だけの
部分だけじゃなくてもっともっとできることがあるんじゃないかというところで名護市のためにというような考えということですね。はい、というところで、まあ今日ですね、現在の活動というところで、由井設計さんのお話をいろいろ聞かせていただきました。あの特徴というところが一番今回の話のポイントかなというところで、はい、もうとにかく、細かく何度も何度も手厚くですね、その打ち合わせを重ねていくと。でそのユーザーさんの、まあ、土地とかですね、あと思い、そういったところをちゃんと組み取ってですね、どん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 提案していって細かくしっかり、設計を仕上げていく、まあ、そういったような活動ですというようなお話でしたね。はい、ということでまだまだお伺いしたいんですけれども、また次回ということで、そんな又吉大輔さんが代表されている、有限会社由井設計の連絡先をご紹介させていただきます。ホームページがございます。有限会社由井設計で検索をお願いいたします。連絡先電話番号ございます。 0980-520700 0980-520700 です。そして我々へのメッセージは LSM のホームページもございますので、そちらからお願いいたします。そしてラジオの裏話もブログと YouTube でアップしています。ノートというブログのサイトで KATSU で検索、 YouTube でネッタちゃんで検索、ネッタはカタカナでちゃんはひらがなです。以上です。ありがとうございました。 LSM プロジェクトはいっちゃん、いなさん、またきち、たくま、マエストロアツシ、みなっちゃん、またよし大輔さん、成田テールワン、ミッチーの協賛でお送りいたしました。どうも皆さん、ヤンバル坂モーリーのモーリーです。ヤンバル坂モーリーは名護十字路徒歩1分以内にあるアメリカンレトロな酒場です。オールディーズの BGM とアメリカンな空間は、初めてなのになぜか懐かしさを感じられる店内で、おすすめは10時間じっくり丁寧に低温調理した牛タンと店主秘伝の燻製香る自家製ウイスキーで作るハイボールは絶品です。ぜひフラッと遊びに来てくださいね。電話番号は 070-3803-7889 070-3803-7889 待ってます。 LSM レディオは株式会社エナジックインターナショナル、南西食品株式会社、スパイスカレー研究所沖縄ごはんよしひこ、やんばる酒場モーリー、有限会社由井設計、味どころかにまつ、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。